詩式第十七章エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀千百枚を盗まれたとき、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。 彼が母にその銀千百枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を性別して、主に捧げ、我が子のために、それで彫像と彫像を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は、銀二百枚を取って、それを銀在く人に与えた。すると彼は、それで彫像と彫像を作った。それがミカの家にあった。 このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。ユダのベツレヘムの出のユダの種族に属する一人の若者がいた。彼はレビビトでそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て、 滞在するところを見つけに、旅を続けて、エフライムの産地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビビトです。私は滞在するところを見つけようとして、歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年、 銀十枚と、衣服一揃いと、あなたの生活費をあげます。それで、このレビビトは同意した。このレビビトは心を決めて、その人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビビトを任命したので、この若者は彼の妻子となり、ミカの家にいた。そこでミカは言った。 私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。